また新しいミニ PC が到着しましたので紹介したいと思います。今回紹介するのはこちらです。GMK テックの NACBOX K9 です。こちらのミニ PC はですね、ついに来ました。コアウルトラを搭載したミニ PC になります。まあ、最新のね、CP を搭載しているということで非常に注目度高くなっていると思うんですけれども、 この端末は、えー、コアウルトラ 5125H というものを搭載しています。で、まあ、このコアウルトラって何がすごくなったのっていうのはね、もっと非常に詳しい技術系のブログ等で紹介されていますので、まあ、そちらを見ていただくということで、基本的には、まあ、AI 関連の処理速度が良くなったとかですね、あと省電力になったとか、まあ、そういったところが挙げられるんじゃないかなと思います。 ただ実際使うっていうことになるとね、どこがどの程度効いてるのかっていうのはなかなか、まあ省電力のところはね、ノートパソコンなんか使えばわかるかもしれませんが、まあなかなか実感できないとは思います。まあ基本的にはね、でも新しい CPU になると、まあ処理速度が上がって、やっぱりそういう消費電力も改善されてみたいなところが、まあ少しずつね、こうパワーアップ、改善されていくのかなと思います。ということで、 まあ、いよいよですね、こういった格安のミニ PC ブランドについても、コアウルトラ搭載者端末が出てきたということで、まずは GMK テックさんのね、コアウルトラ搭載ミニ PC 見ていきたいと思います。それではね、まず見ていきましょうか。まあ、箱はいつも通りのね、非常にシンプルな簡易放送になっております。 でで一応ですねちゃんと儀的マークもついております。それでは早速開けていきましょう。それではですね、本体以外の同梱品を確認していきましょう。まずは HDMI のケーブルが1本ついています。あとはベーサーマウント用の金具もしっかりとついていますね。あとは電源のケーブルと電源になります。 こちらはですね、120ワットに対応したまあ、割と大きめな電源になっていますね。先端は差し込みタイプです。あとはですね、多言語に対応した説明書が入っています。でそれ以外に日本語キーボードの設定方法の紙が1枚入っています。それではですね、本体見ていきたいと思います。本体はシルバーですね。まあ形としてはもう見慣れたミニ PC の形です。よくあるデザインだと思います。 で全体的な素材はですね、これはですね、プラスチックですね。天板も周りもプラスチックですね。底もプラスチックということで、基本的にはすべてプラスチックです。まあ、なんとなくシルバーなんでね、金属っぽくも見えますが、まあ、ここはちょっとコストダウンの対象になってるかなという感じです。それではね、インターフェース関係見ていきたいと思います。まあ、こちらが正面ですね。電源ボタンに3号のイ、えー、ヤホンジャックです。 あと、前面に USB の Type-C ですね。これは USB の4.0に対応しているということです。データのね、連送速度も 40Gbps に対応しています。で、こちら USB4 なんで、映像の出力にも対応しています。一応最大で 8K、60Hz に対応しているということです。あと、横は Type-A が2つですね。USB3.2 Gen2 が2つです。 それでは後ろ見ていきましょう。こちらは、ね、タイプ A の USB3.2 が2つです。あとディスプレイポートと HDMI ですね。全面の USB フォームを使って3画面同時出力が可能になっています。でなんと優先なんですね。2.5GB のイーサネットも2つあります。で、ここが電源で、えー、ケンジントンロックですね。で、左右は放熱用の穴と言いますかね。網状になっていますね。 それではね、メモリーとかストレージにどんな感じでアクセスできるか見てみたいと思います。まずこの天板が爪で引っかかってますので、これを外しますね。えー、そうするとファンがあって、ここにビスが4つあるので、おそらくこれを外せば、まあこの下にね、ストレージメモリーがあるみたいです。それではですね、もう1枚ね、蓋を取ると内部にアクセスができます。で、こちらにメモリーですね。16GB が2枚入っています。クルーシャルのメモリーですね。 ddr 5の5ですねでこちら側が SSD です、えー、とヒートシンクがついていますねでこれは1イトですねでもう一個ここに空きの M.2 があります重量は 527g ですそれではですね端末の方を立ち上げてみましたまずはハードウェア確認していきたいと思います CPU はインテルのコアウルトラ5 125H というものです。TDP は2 8と4プラス8プラス2、14コア18スレッドですね。メモリーはですね、3 2イトになっています。ストレージは1イト、MVNE の4けです。Wi-Fi はですね、Wi-Fi6 に対応しています。最大リンク速度は1 2 0 1 m b p s ですね。 l a 欄の方は両方とも2 5 g b ットに対応しています。それではアイドル状態でのファンの音と消費電力見ていきたいと思います。まずは消費電力。消費電力はだいたい 10W ぐらいですね。それでは次はファンの音聞いてみたいと思います。今アイドル状態ですけどファンは回っていますね。 でこの部屋はだいい三36デシベルぐらいでだいたい無音に近いかなと思います。それでは総メーターを当ててみます。はいやはり40超えてますね。もう一度黙ります。えー、カメラのマイクでも取れてるかなっていう感じですね。それぐらいの音ですね。はいまあ42ぐらいです。まあ、若干ファンが回ってるかなという感じはします。 まあ若干ですね、ファンの音が回ってるなというのは、まあ、この距離だとわかりますね。ただそんなにこうめちゃくちゃ勢いよく回るっていう感じではないので、まあ、気にはならないと思います。それでは次はですね、お約束のシネベンチ R23 を回しながら、同じく消費電力とファンの音確認したいと思います。それではね、シネベンチまだ回していません。消費電力はやはり 10W ぐらいです。 それではね、シネペンチ R23 回していきます。せーの、スタートー今回し始めました。上がりましたね。38まで上がって、あ、64。うん、64W ぐらいかな。ファンの音はあまり変わりませんね。あ、ちょっとファンの音大きくなってきました。ちょっと確認してみましょうか。 あそれでもそんなにうるさくないですね46ぐらいそうですね46、7といった感じなんで、えー、そんなに、ね、音は大きくならなかったですね若干大きくなったかなという感じですもう少し黙りますそれではねシネベンチ R23 の結果が出ましたマルチカワで13,095 シングルコアで1726ということで、まあ、非常にやはり性能はいいですねそれではですね次はブラウザのベンチマークオクタンベンチマークやってみました、えー、とシングルの方で8万3000点とマルチで68万5000点ということで、まあ、こちらも非常にいい数字が出ていますね、まあ、なのでブラウザで使うねクラウドゲーム等であればもうサクサクの爆速で使えるパソコンになっています それではですね、次は、えー、同じくブラウザのベンチマークですね。スピードメーター3.0です。まあ、3.0になってね、すごくあのスコア下がったんですけど、21点でもかなり高いと思いますね。まあ、非常に性能は高いと思います。では次はね、WebGL のベンチマークです。こちらもね、ブラウザでやるベンチマークですけれども、魚5000匹で、えー、とフレームレート60出てれば、 比較的性能が高いと言われています。まあこの端末は当然もう60べったり貼り付いてますね。それでは1万5000匹。1万5000匹も千、えー、60フレームで、ね、べったり貼り付いています。で問題は3万匹ですね。3万匹だと逆にべったり貼り付く端末は、まあ、ほぼない。見たことないかもしれない。それでは3万匹。やっぱ下がりましたね。43です。 まあそれでも映像としてはね、特に問題なくスムーズに再生されています。非常に性能高いと思います。それではですね、次は軽いゲームのベンチマークね、ドラゴンクエストのベンチマークをやってみました。えー、スコアの方は、グラフィック設定最高品質に上げて17,628。すごく快適ということで、まあ、こちら十分なスコアが出てると思います。で、コアウルトラは、その内蔵 GPU のね、性能も13世代に比べて、 まあ、だいぶ良くなったということなんで、まあ、こういったね、軽いゲームをプレイするにも、まあ、いいんじゃないかなと思います。いや、まあ、イメージとして、やはりライゼンの方が、まあ、コストパフォーマンスも高いし、こういったゲームとかね、GPU 性能を活かすような、 使い方だとライゼンの方が向いてるのかなというのが今までの印象でしたただ私がね実際にやってみるとブラウザなねブラウザのベンチマークはやっぱりインテル系のが強いっていう印象なんですけども、まあ、なのでその辺ですね少しグラフィック性能もまあ以前より良くなったということでこの辺は期待できそうですねそれでは次はですねまたゲームのベンチマークですファイナルファンタジーのベンチマークですねただこれちょっと新しくなったみたいです なのでちょっと比較がどうなるかわかりませんが、とりあえず新しいね、ファイナルファンタジーのベンチマークで、一応設定はですね、ノート PC の高品質というモードでやっています。で、スコアの方は6358で、やや快適ということで、まあこの設定であれば特に問題なくプレイできるようです。で、フレームレートの方は平均フレームレートがまあ43ですね。最低フレームレート19ということです。 標準的な動作が見込めます。余裕があればグラフィック設定の調整をお勧めいたしますという結果です。まあなのでゲームもですね、まあものによってはまあプレイできるのかなという感じですね。まあ今めちゃくちゃ重たいゲームとかもあるみたいなんでそういうのはさすがに無理だとは思いますが、まあライトなゲームであればプレイできるんではないかなと思います。 それでは次は動画のエンコードのテストをやってみたいと思います。私のチャンネルではよくやっていますけれども、1分15秒のフル HD の動画を再エンコードするテストです。えー、アプリはですね、フィボーラというね、割とメジャーな動画編集ソフトを使います。それで標準品質ね、フル HD30 フレーム GPU オンで再エンコードします。それではね、エンコードしていきます。せーの、ドーン、スタート エンコードの方が終了しました。1分15秒の動画をね、再現行コードするのに、まあ20秒ということですね。まあ21秒というところです。まあなのでフル HD の動画であれば、まあ問題なくね、動画の編集等もできるんではないかなと思います。まあただ同価格帯のやっぱね、まあライゼン系の CPU を搭載したミニ PC に比べると、やっぱ動画編集のスピードっていうのは あまり良くなないいかなと思います、ねまあ悪くはないんですがそういうのに比べるとまだねこのスコア的にはねあの性能的には速度的にはちょっと劣ってるかなという感じですストレージのねテストやってみました、えー、シーケンシャルリードで7100ライトで6700ということでこれめちゃくちゃ爆速ですねまあこれはちょっと文句のつけようがないといった感じでしょうかそれでは一連のベンチマークが終わりましたので CPU の温度を見ていきたいと思います。えっとこれを見ると、ですねここ、サーマルスロットリングがハイで入ってますね。コア温度最大は44度ということです。それではね、クロックスピードです。で一応これはターボで 4.5GHz ということですね。コアクロック4.389ということなんで、まあ、近いところまでは出てるかなと思います。それでは。 一応ですね、えー、BIOS からパワーバランスというところがありまして、えー、ここですね、今、最初、デフォルトではバランスになっているので、一応パフォーマンスに上げてみましょうか。それではね、BIOS からパフォーマンスモードに変更してですね、まあ、一応手っ取り早いところで、タンベンチマークやってみました。スコアの方、両方とも上がりましたね。えー、シングルで8万7000点、マルチではなんと70万点を超えています。ただ、明らかに多分ね、ファンの音が大きくなったと思います。 一応シネベンチも1回回してみますすねねそれではでは、ね、パフォーマンスモードでシネベンチ回したいと思います。同じように消費電力とですねファンの音確認したいと思います。えー、消費電力はそんな感じですね。大体10ワットぐらい。アイドル状態であれば10ワットぐらいです。これは前と変わりません。それでは回していきます。スタート今。 始めましたね,あ,90になってますねあの時60ぐらいしかいきませんでしたから明らかに消費電力も上がってますね、まあ、ただ120ワットの電源なんで、まあ、90ワットぐらいなら大丈夫でしょうファンの音も大きくなってきましたねちょっとあっ大きくなってきたねちょっと聞いてみますどうですかねファンの音カメラで聞こえますかね明らかに、えー、バランスモードの時よりも音は大きいです測ってみます はいやはり55ぐらいね出てますので前は40台だったと思いますんでね明らかにファンの音消費電力は上がりますそれではですねパフォーマンスモードに変えてですねシネベンチ R23 改めてやってみましたマルチコアで1 4552、えー、シングルで1746ということで若干スコアの方はよくなりましたかね、まあ、ただよくはなりますさっきの、ね、オクタンベンチマークもよくはなったんですけどやっぱり消費電力とあとファンが結構やっぱね 勢いよく回りますので、なんかまあ無理して、そのパフォーマンスモードにしなくても、バランスで性能的にはまあ十分かなと思います。まあこの辺はお好みで設定していただければいいと思います。ということで今日はですね、GMK テックの新しいミニ PC ですね。NACBOX K9 ですね。新しいインテルの CPU コアウルトラ 125H を搭載したミニ PC になっています。 で大手のメーカーではもうすでにね、ノートパソコン等でコアウルトラ搭載した端末は結構まあ出ていますけれども、まあ、なかなかね、こういったアマゾンで購入できる格安ミニ PC ではコアウルトラなかったんですが、ついに GMK テックが発売しましたということです。まあ、性能的にはですね、もちろんこれ CPU のって違うので何とも言いませんが、基本的にはその13世代よりも良くなったというところが多いので、まあ、基本ね、 PC の CPU っていうのはまあ新しい方が性能もいいし、まあ消費電力もね改善されているっていうところが多いので、当然新しい CPU を買った方が長い目で見ればいいと思います。まあコストパフォーマンスというところを考えると、とりあえずですね、Amazon で売ってるんで価格はいろいろ上下してるとは思いますけれども、まあざっくり10万ちょっと超えぐらいの価格だと思います。まあミニ PC でいうとまあ比較的高額なブレインに入ると思いますけれども、ベンチマークのスコアだけ見れば、 まあやっぱりライゼン系の方がコストパフォーマンスはいいかなと思いますけど、まあ、ただやっぱりインテル系の CPU を搭載した端末が欲しいという方もまあ一定数いらっしゃいますので、まあ、そういった方にとってはね、まあ、10万円前後の、ね、高性能なミニ PC の選択肢としては当然ね、これからコアウルトラ入ってくると思います。まあ、あとはですね、こういったベンチマークではなかなかわからないとは思いますが、やはりその AI の処理ですね、NPU っていうんですかね。 まあそういったものも含めてまあ、新しくなったということなんで、やはり今後のことを考えるとね、やっぱり AI をそのローカル側でもある程度処理できるようにするっていうところを考えるとですね、まあ、やはり新しい CPU、NPU に対応した CPU を選択していくっていうのはね、必要になってくるんじゃないかなと思います。購入先についてはですね、動画の説明欄にリンクを置いておきますので、そちらの方から確認をしてみてください。はい、今回は以上です。